はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回は、私の持っているスクイーズを紹介していこうと思います。それでは、一回カメラ隠します。棚に入っているので、その棚をね、紹介していこうと思います。今回は市販のスクイーズを紹介します。では、棚を紹介します。よいしょ。こんな感じで、まず1段目ですね。こんな感じになってて、カフェドエヌのスクイーズとか、ホットケーキ、ジェイドリームのホットケーキの白っぽいやつと黄色っぽいやつがあって、ブルームのロールケーキだか、ワッフルとか、ミルクボトルとか、たい焼きがあります。たい焼き1番ですね。これはマザーガーデンのスクイーズがあって、これはリラックマのパンみたいなやつですね。こっちはマザーガーデンのポンデリングとか、いろいろなんかドーナツがあって、キティドーナツとイクミママさんのドーナツがあったりします。で、これはキャンドゥのスクイーズがあって、これはパキパキのキティちゃんのやつですね。これはソフトクリームです。ここら辺はなんか三宝石のマカロンとかワッフルとか亀のパンがあります。では次の段を紹介します。この段には主にマザーガーデンのパンとか、まあ、パンを全部入れてますね。パン系を入れてます。デニッシュとか、こういうパンとか、キャンドゥじゃない、間違った、ダイソーの、パンがいっぱい入ってます。こっちはコーンパンとかコロネとか、マザーガーデン系がいっぱいありますね。カメロンパンとか星のパンとか、いろいろ入ってます。じゃあ上の棚を紹介します。この棚には、伸びる系と水系とジェルタイプとジェルゾが入っています。まずこっち紹介します。伸びるクロワッサン、伸びるメロンパン、伸びるコロネがあって、ナス、トウキビ、白菜、人参、ソーセージとバナナとメロンパンと砂みたいなのが入ってる、バナナがあって、かしわ餅、伸びる大福餅、アザラシ、醤油餅、普通の餅、ピンクの餅、よもぎ餅、こういうお餅とか伸びるお餅がありますね。はい、これもガチャのお餅です。こっちは水系のスクイーズが入ってますね。スプラトゥーンとか、グデ玉とか、あとは飛び出る水餅とか、金の卵とか入ってますね。で、ここは桃で、こっちがデルゾのイチゴ、コンプリートしたやつと、なんかかぶったやつですね。と、豆のキャンドゥのスクイーズと、なんか貝殻とかみかんとか、なんかバナオとか、いろいろあります。はい、こんな感じです。では一回カメラ隠します。今夜なのでね、ちょっと電気とかもつけてるんですけど、ちょっと暗くてすいません。この中を紹介します。これはこっちにずれますね。なんかこういう藁みたいな感じのケースなんですけど、私スクイーズ自分の部屋じゃないところに置いてるんですよね。自分の部屋じゃないっていうかね、なんて言えばいいんだろう、自分の部屋から出たところ、なんか私ドアじゃなくてカーテンの部屋なんですよ。カーテン部屋っていうか、なんて言うんだろう、部屋がドアがついてなくてカーテンがついてるんですけど、そのカーテン出たところですね。はい、でなんだっけ、自分の部屋の方がちょっと明るいので暗いんですけど、これがジェイドリームのやつとか、キティちゃんのどら焼きとか、プレイホームとか、エクレアとか、トマトとか、こういう熊の学校のカップケーキとか、キティちゃんのやつとか、なんだろう、ケーキ、海外のなんかケーキのとか、なんかいろいろ入ってますね。はい、なんか奥の方にもなんかいろいろあるんですけど、こん
な感じで、ああかさばってます。こんな感じで、よいしょ、こんな感じでいろいろ入ってます。はい、詳しく紹介してほしかったら紹介するので、もしよかったらリクエストお願いします。とでも棚に入ってるもの、棚に入ってるものはこうパンとかに分けたりとか、あとはノベル系とかに分けたので、紹介するならこのケースの中しか多分紹介とかは、詳しく紹介するとしたらこの藁のケースに入ってるもののみとなるので、はい、それでもいいよっていう方はもしよかったら、はい、お願いします。詳しくというか、まあ触って全スクイズ紹介というかね、まあ、全というか一部のスクイズ紹介とかやれたらいいなと思っています。はい、それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。